皆さんこんにちは。今日は東京都の東京駅に来ております。この東京駅、鉄道のターミナルとなっていまして、さまざまな列車がここ東京を起点にスタートしていくっていう、そんな場所になっております。で、そんな東京駅なんですけれども、実は列車以外にもターミナルがありまして、まあ正確には東京駅とは言わないんですけれども、東京という名前を名乗っている車の東京があります。東京駅、確かにこの目の前にある丸の内口を含めて様々な列車の東京駅があって、結構500メーターぐらい離れているんですが、車のターミナルである東京、使い方もややこしく、なおかつ東京からは結構離れておりまして、ということで今回はもう一つの車のターミナルである東京を皆さんにご紹介してみたいと思います。では今回もよろしくお願いします。ということで、今回は車で東京を探しに行くって話なんですけれども、ここもまたタイムズカーにお世話になろうと思います。で、今回ですね、軽自動車ということで普通車だと思ってたんですけど、車がなかなか IT なくって、このようにここだと 1,2,3,4 5台やるんですけれども、他の車は全部出払っているということで、結構タイムズも人気になってきたみたいです。というわけでね、今回はこの人、名前は分かんないんですけども、スズキの車に乗って移動していきます。じゃあまずちょっと車の中に入って、もう一つの東京が一体どこら辺にあるのかを見てみたいと思います。はい、というわけで車に乗ってきまして、今回は車の東京に移動したいと思います。で、今ちょうどこちら側にナビに今設定をしたんですけれども、ちょっとねこちら側見ていただきますと、だいたい距離にすると東京駅、今僕が駅って東京なんで、まさに東京駅にいるわけなんですけれども、なんともう一つの東京まで16キロぐらいあるということで、めちゃめちゃ遠いですよね。まあ、京王線の東京駅だとだいたい400メーターなんですけど、まあ、その400メーターどころじゃないぐらいの距離があるという感じになってます。なんかこうリストにしていろいろつくと、なんか距離的に近くても 15.9 キロぐらいで、まあ、高速使えば30分ぐらいで、一般道だと1時間かかってしまうっていうぐらいの差になっているそうです。ただまあ早くても30分はかかってしまうっていう、まあ、車の東京はめちゃめちゃ遠いんだよっていうのをまずちょっとねご紹介させていただければと思います。じゃあ早速移動してみたいと思います。はい、ということで切って東京の、駐車場出てきました。ここが今正面にちょっと何が見えてるのかよくわかんないんですが、すごい大きなビルがあって、左側に有楽町の方が見えています。霞ヶ関から高速道路を使うというルートになっているそうなんで、まずは都心部をドライブしながら、今回はちょっと時間も節約ということで、なんと首都高速を使って、東京まで移動をしてみたいと思います。はい、というわけで今東京駅からお堀の周りを回っています。ちょうど右手側に皇居があって、皇居の中はさすがに車走れないよっていうことで、皇居の左側を走っています。まあ東京の道、今日は祝日っていうこともあって、まあそんなに混んではいないんですけど、まあすでに今いるのが桜田門っていうことなんで、まあさっき距離はご紹介したと思うんですけれども、明らかに東京駅の近くに東京はないみたいです。はい、そして皆さん見てください、なんと正面に国会議事堂が見えてきました。いやすごいっすね、車じゃないとなかなか来ることができない場所だと思うんですけれども、なんと国会を正面に見ることができるってことで、なかなかに素敵な場所を走っています。なんか今日はすごいたくさん警備をなんかしてるみたいですね。はい、ということで先ほど国会議事堂を見たんですが、そこから少し移動しまして入っていくのが霞ヶ関、もう間違えたらいけないですね、これね、サポートとか書いてると謎なんですけど、 ETC 専用から首都高に入っていきたいと思います。取れるかな、おー、いけた。ということでね、ここからはまずは C1 って呼ばれる場所を走っていきます。はい、というわけでそのまま右から合流して、また450m で右側に移動するんですって。今 C1 っていう道路を走ってるんですけど、今度は3号渋谷線というのに入っていくということで、結構やっぱり首都高は分かりにくいですね。これまあ間違ってもどうやら一周すればまたなんか戻ってくることができるそうなんですが、とりあえず今から行く東京っていうのは、ここを右手側に移動した東名高速側という場所に進んでいきたいと思います。はい、そのまま車走ってきて、今は渋谷線の渋谷までやってきました。すごい、渋谷を今高速道路走ってて、なんか渋滞に引っかかりそうなんですけど、いやー、渋谷もいつも電車とかでね走ってはいるんですけど、まさか車で渋谷を走ると思わなかったんで、すごいなんかちょっと緊張するんですが、ただそれはそれとして、前がめちゃくちゃ眩しいし渋滞がやばいですね。なんか首都高はいつもめちゃくちゃ渋滞してるみたいで、
でもこれ左側見ていただきますと普通の道路と同じ高さとかを走ってるんで、なんか高速らしくないのも一つ、首都高の特徴なのかもしれません。はい、ということでここまで首都高を走ってきたんですが、ここから前面の看板、透明別料金左手側用賀っていう風に書かれております。今回は東京に向かっているわけなんですけれども、ここから東名に行くわけではなくって、どうやら一旦用賀で出て東京に向かうということみたいです。確かに実はこのまま行っても東京ではあるんですけれども、一旦ここは用賀で出て一般道から東京にアプローチしてみたいと思います。どうやらここで降りないと外側から東京を見ることはできないみたいです。はい、ということで先ほど用賀インターを降りたのがちょうど正面なんですが、用賀を降りてやってきたこの目の前の交差点、環八東名入り口と書かれている上用賀5丁目っていうのかな、場所なんですけれども、こここそが皆さんにご紹介をしたかった東京インターでございます。はい、じゃん、東名高速と書かれていて東京インター、英語はまさしく東京でございます。いやー、やっと来ましたよ。はい、ということで今回皆さんにご紹介したかったもう一つの車のターミナルである東京というのはこの東名高速の東京インターです。まあ、東京駅からしますとだいたい40分ぐらい時間がかかりまして、まあ結構遠いと、まあ距離にしても16キロぐらいの場所になるんですけれども、この上側、さっき僕は高速道路を降りてきましたけれども、そのまま当然首都高速は東名に直通していますので、さらに奥の方に行った場所にあるのが東京になっています。で、まあ正直言って東名、東京っていう名前は知っているけれども、降りたことはないよねとか、実際降りるのって話があるかと思うんですけれども、実際に東京で降りることはできますし、東京に乗ることもできるようになっています。ちょうど目の前の道路、片側3車線かなになってるんですけれども、右側2車線というのが東名の東京インター用の入り口になっていて、左側がこの先の道路っていう感じにもなっています。まあ奥側にね、ちょうど東京インターって見えていると思うんで、入り口の方も奥から見に行きたいなというふうに思うわけなんですが、まあ少なからずこれを見ていただきますと、東名のこの東京インターから高速に乗るよっていう方が意外とね、いらっしゃるっていうのはこれを見た通りなのではないでしょうか。お、今すごいライトがつきましたね。うん、まあ、だいぶ暗くなってきて、今ちょうど4時50分ぐらいなんですけれども、ライトがついてよりなんか東名の高速のムードが高まってきました。まあ、一応左側に今東名の東京インターの入り口があったわけなんですが、右手側を見ていただきますと、ちょうどこの奥側に、東名の東京インターの出口というものもありまして、ちゃんとここから降りる方も結構いるみたいですね。うん、ここも片側、2車線プラス1車線みたいになってるんですけれども、東名の東京インターから車降りてきて今から都心部に移動するよっていう方もいるよっていうのをここでね、確認することができました。うん、いやー、東京でやっぱ降りるんだな。正直ちょっとね、東京インターをメインに来たことっていうのはこれが初めてなんですけれども、すごいなんか新鮮な感じがします。でもね、本当になんかこうジャカ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 降りてきて、まあ実は今度これは別の動画でご紹介しようと思うんですけれども、東京インターで降りるか降りないかで料金が結構変わったりするんですね。はい、でまあ左側をご覧いただきますと、この先ちょっと走った後で用賀っていう場所があって、まあそれはさっき降りてきた場所なんですけれども、そんな用賀からスタートするのが首都高速と、で首都高速を走って都心部に行くよっていう、そんな流れになっています。まさに用賀っていうのは東急田園都市線の用賀駅になっていて、ここから先、田園都市線で都心部に行くっていうこともできるようになっています。ちなみに左奥側見えますでしょうか、あそこが首都高の用賀の入り口になっていて、あそこを過ぎると首都高の料金が課金されるっていう、そんな流れになっております。ということで、ちょっと反対側、首都高の入り口側にも来ていました。こんな感じで、まあ東名とは全然雰囲気が違って、首都高3号って書いてあって、まあ結構渋滞が、さっきもひどかったんですけれども渋滞があるよっていうのと、西池袋17キロ、銀座18キロ、東北道39キロっていう、まあ結構スケールがでっかい感じで書いてあるんですが、やっぱ首都高は1車線なんですね。うん、なんか東名2車線、首都高1車線っていう感じなんで、それはそれとしてなんかやっぱ東名の威厳があちら側では感じられるんじゃないかなっていうのがわかります。
値段は今確か ETC と一般で、一律じゃなくなってるんで値段については書いてないんですけれども、ここを上がっていってちょうど上側にも見えるかな、ちょっと見にくいんですけれども、あそこにこう料金所の案内があって、さっきご紹介した料金所に入っていくよって流れになっています。一応洋画には首都高っていうのは、要はそのなんて言ったらいいんでしょうか、主要高速ではないんですけれども、サービスエリアがついてるっていうのがちょっと面白いかもしれません。はい、じゃあ先ほど見えました東京インター側に移動してみたいと思います。というわけで下の方に降りてきまして、ちょっとこれ上側見ていただきたいんですが、まずこんな感じで首都高側がこれ白と青みたいな防音壁になっているんですね。わかりますかね。でまずこの下側、まずこのなんか緑色のなんか不思議な覆いみたいなものがついていて、ここに JH って書いてあって、確かこれって日本道路公団のマークですよね。今は確かネクスコに変わっちゃったんですけど、昔の JH のマークが入っていて、よいしょよいしょ、ちょっと聞きましたけどな。でそこから左側の方に移動していくと、ちょうどこの左側の部分分かりますかね、今柱がついてるんですけど、この柱のある部分にちょうどなんだろう、この壁の防壁の作りが違っていて、この右手側が、首都高っぽい雰囲気になっていて、左側がまたちょっとなんか古そうな雰囲気になっていて、明らかに接合部みたいな感じになっているのがわかるかと思います。で、まあ、下側をこうやって見ていくと、JH って書いてあって、なんかちょっと可愛いというか、なんでしょうかね、これ透明の沿線の紹介なんですかね。不思議ななんか柄がいくつかついていまして、で、それを見ていると、今度は奥側に様々なこう景色が見えているんですが、ちょっとあそこに一つ距離みたいなものがあるんで、それをご覧ください。というわけで目の前分かりますでしょうか、ちょうどこのなんか柄落書きされたってすごい残念なんですけど、 0.1 っていう風に書かれております。右側の方に0がなかったんで、ややちょっと微妙かもしれませんが、でもちょうどここの高速道路がいかにも変わってるぞっていう部分から、左側にちょっと行った部分に 0.1 になってるんで、多分この右側の柱の部分っていうのが透明の0キロポストになってるんじゃないかなと思います。ここから名古屋方面に進んでいく透明、まあよく多分見たことがあると思うんですけれども、300とか200とか書いてあるやつですね、なんですが、多分0はこのポイントかなっていう感じです。でこの 0.1 があって、で右側左側の方に行くと透明の東京インターに入っていくっていう、そんな流れになっています。ということで上がり花の場所にやってまいりました。右側の絵面がなんか最後はこれ透明に絶対関係ないような牛ちゃんみたいな絵なんですけれども、この左上にありますのが1番東京インター東名横浜静岡と書かれています。確かに東京です。随分と東京からは離れているんですけれども、ここから東京インターに入ることができるんだよっていうベッドの出口になっていて、その右側にやっぱり 0.2 って書かれてるんで、やはり0キロがなかったのがやや残念ではありますが、あそこが起点と見て間違いはなさそうですね。はい、ということで、あそこから高速入ってきて東京インターで上がってっていう、この入り口になっております。いや本当にね、思ったよりここ使う方が多いんだなっていうのにも僕はびっくりしたんですが、あの上側から見る東京インターの下側は実はこうなってるんだよっていうのをここでご紹介させていただきました。じゃあもうせっかくですから、最後にこの東京インターを使って、この道路にね入っていきたいと思います。まあ、一体どういう景色が広がっているのか、どうやって東京インター使っていくのか、ご紹介できたらと思います。はい、では皆さんお待ちかねの東京インターでございます。ここから東京インターからの東名方面に移動をしてみたいと思います。果たしてこの東京インター、いやー本当にどれぐらいの方がここから高速乗られたことありますでしょうかね。いや僕も正直言って何て言ったらいいでしょうか、こう通ったことってあんまりないんですけれども、東京からね入るっていうなかなか非日常な体験ではあるんですけれども、ではここからいよいよ東名の東京に向かいます。もう先ほどご紹介しましたように、今この段階で距離はゼロではありません。右手側から合流をしています。なんて言ったらいいんだ、東名高速、ですね、首都高から来ている車と 0.5 これ6かなんで合流していくっていうのが一つの流れになっております。はい、でもうここですね、最高速度80になってるんで、すでにこれ今人左側で東名川崎が6キロになってるんですけど、なんかこれ僕まだこれあれですよ、料金所一切入ってないんですよ。一切入ってないんですけれども、東名という感じですでに高速道路がスタートしております。なんかグランド橋とかなんかいろんなもの書いてあるんですけどね、料金所いいんですかね。この先インターではありません、なんか書いてあるんですけど、
とりあえず今何もなく東名高速の東京インターから東名に入っております。で、まあ、ここ東京なんで基本的に、片側3車線という感じになっているみたいですね。まあ、とりあえずは次の、料金所である東名川崎を目指したいと思うんですが、なんか知らないうちに東名高速がスタートしているよっていうのをちょっと覚えておいてください。で、これ今もう渡ってるのが多摩川なんですね。というわけで、なんと東京インターを入って一瞬で神奈川県に入ってしまいました。神奈川県の川崎市でございます。なので東京インターから入ってきて、なんと料金所を経ずにそのまま川崎、神奈川県に入ってきてしまったっていうことになります。まあ、でも確かに東名とか乗っていると当然料金とかは払っているわけですので、一体じゃあどこで料金払うんだって気になりますよね。なんかわけわかんないんですけど、とりあえず、まあ、東京インターっていうのが相当神奈川県寄りにあったんだよっていうのはご紹介できたらと思います。はい、そして皆さんお待たせしました。見えますか、今ちょうど距離のポストが6キロになって、上側料金所 500m 速度落とせと出てきました。で、僕まだ高速降りたいわけではないんですけど、料金所と出ております。そう、こここそが皆さんにご紹介したかった、まあしたかったところはもうご紹介できてるんですけど、東京インターの東京料金所という場所になっております。見えますでしょうか、これ必ず通るんですね。1,2,3,4,5,6,7 つあるんですけれども、この目の前にあるのがもう神奈川県ではあるんですが、東名高速道路の東京料金所でございます。ということで、なんと神奈川県になってようやく東名の料金所があったってことで、多分これは場所的な問題とか、なんて言ったらいいんでしょうか、その、まあ、料金所を作るための場所がなかったってことで、まあ、ここまでね、場所が、ね、なかったので、ここに東京インターっていうのを作ったんだよってことなのかもしれないんですけど、まあ簡単に言えば、これが東名の東京インターになりますので、こっから先がみんなね、お金を払って高速道路に入ってるぞってことで、この先ほどの東京インターと今の東京料金所を持って全て終了っていう感じになります。で、正面に川崎上りの多摩と書かれていて、もうわずか 500m で東名川崎の出口ということなんですね。なので、まあなんか東名川崎出口からのみたいな雰囲気の方が正しいんじゃないかなっていう気がするんですが、まあ要は東京インターっていうのがいかに離れている場所にあるよっていうのと、東京料金所っていうのが輪をかけて遠いんだよっていうのを今回ここでご紹介できたんじゃないかなと思います。というわけでね、そのままちょっと僕は今日は名古屋の方に行くわけではないので、まあ、一瞬で出口っていうなかなか面白いわけではあるんですが、東名川崎の料金所で降りてみたいと思います。まあ何と言ったらいいでしょうか、高速としてはわずか料金払った後で 500m ぐらいしか入ってないんですが、料金がね一体どれぐらいになるのかっていうのもちょっと見ちゃいましょうかね。いやどうなるんですかね、もう一瞬で出口ですもんね。はい、ということで、あ、でも意外とこれ降りる方がいますね。ちょっとこれはこれでびっくりですが、ほらこんな感じでちゃんと川崎は川崎で別で出口がありますからね。前の車もちゃんと降りてきてますね。じゃあ僕と同じ気持ちの人いるのかな。じゃあ行きますね。はい、ということで料金はよいしょ、お出るかな、お320円ということで、今日これ軽なんで320円なんですけど、どうやら普通の車だと370円ということみたいですね。はい、ということで今回は皆さんいかがでしたでしょうか。もう一つの東京ということで、車のターミナルである東京インターを皆さんにご紹介させていただきました。まさにあの東京インターから名古屋方面の東名高速がスタートして、御殿場方面で新東名に入っていってってことで、まあ本当に、まあ中央道は別ではありますけれども、まあ西とかの方に車で行こうと思った場合は、皆さん話からは欠かすことができないターミナルである東名の東京インター、実際に使っていまして、確かに遠いと、そして東京インター単独で使うことができるんだよっていうのを、ここでご紹介することができたのではないかなというふうに思います。皆さんも、あ、東京インターねーっていうことで、ぜひ単体で使われるってチャンスあんまないかもしれませんけれども、よかったら東京インターと、そして東京料金所がかなり離れた場所にあるわけなんですが、それもね、合わせて皆さんと一緒に体験できればなというふうに思いますので、次ね、東京インター来られた際は、あ、東京とは違うんだなとか、こんなとこにあったんだなっていうのを少し思い出していただければというふうに思います。はい。ということで、今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。